ペール・アルビン・ンソンはスウェーデンの政治家。死去するまで1925年から社会民主労働党の党首1932年から2度にわたって首相を務め第二次世界大戦中は中立政策を維持しながら共産党を除いた主要政党を取り込んで連立政権を構成して挙党一致で国防に当たり中立を堅持した。 全世紀からのスウェーデン政治の延熟した遺産である社会民主主義をより力強く確立するために法制化を通した中立政策と福祉政策双方の拡散を試み生産手段の国有化より共同組合主義を選択した首相在任中の帰宅途中に心臓麻痺により死去したハンソンの成果丸目の貧しい労働者の家庭に生まれる幼少の頃から 商店の駒遣いを務めながら成長したという、ネッからの勤労大衆だったハンソンは、無学ゆえに差別される貧しい庶民の喜怒哀楽を心から汲み取り、深く共感することができた。青年期のハンソン専業政治家、第一世代に属するハンソンは、1903年に青年社会民主党の創設に関与し、1908年から1909年にかけて議長を務めた。 当時は、保守的なアルビット・リンドマン首相の政権下で、すべてのスウェーデン人男性に対する普通選挙権と、比例代表制が広まっていた時期だった。カール・カウツキーの社会改良主義的なビジョンを持っていた、ハンソンは、ヤルマール・ブランティングの後を継ぐ形で、ソーシャル・ディーモクラトン氏の編集者となり、1920年には、スウェーデン初の社会民主主義内閣において、 国防長官に指名された。ハンソンは、ブランティング内閣には3期すべてに入閣し、軍備予算を持続的に削減し続けた。ブランティングの死後、ハンソンは、社会民主労働党の当初に浮上し、合法性の問題に若干苦しめられたものの、すぐに反発を抑え込み、1928年に正式に当首となった。1926年に、 カールグスタフエクマンによる禁酒令推進運動が力を失うと、ハンソンは社民党を多数党として維持するために社会主義者と連帯して1928年に選挙に挑んだ。保守党とは実用主義と反町主義という点では一致したが、大規模な国有化より福祉拡大を施行した。ハンソンはこの時期国民の家をスローガンとした。 国は全ての国民が幸福を享受することができる家にならなければならないというこの引誘は非常に大きい大衆的説得力を発揮した国家は全ての国民のための良い家にならなければならないそう主張していたハンソンは余生を送るための自身の持ち家を一件も有せず生涯長屋暮らしを貫いた1936年6月多数派によってハンソンが 辞任圧力を受けると、彼は9月の総選挙まで臨時に維持する休暇内閣を構成した。以降、多数派であるアクセル・ペールソン・ブラムストルプとの追加交渉を通じて、再度連立内閣を構成して、ペールソン・ブラムストルプを農務大臣として起用して、3年間政権を維持した。ハンソン内閣の面々1939年の、 ナチスドイツとソビエト連邦によるポーランド侵攻後、ハンソンは厳正な中立を宣言して、彼のリーダーシップの下で、すべての主要政党が参加する大連立を呼びかけ、同年12月13日にスターリニズムを標榜する、共産党と短命に終わった親、ナチスの少数派閥である、社会党を除く社民党、保守党、自由党、農民同盟の4党による、 巨国一致内閣が成立した。スウェーデンはヨーロッパにおいてスペイン・ポルトガル・スイス・アイルランド・バチカンと同様に第二次世界大戦前期間を通して中立を維持したが、前述した国々のように連合国、通軸国の双方と協力ないし貿易関係を結び続けていた。ウィンストン・チャーチルはナチス・ドイツによるデンマーク及びノルウェーへの侵攻が ハンソン内閣によって認可されたスウェーデン領域内における輸送強化によって部分的に支えられていたとして対戦下におけるスウェーデンが自国の利益のために中立義務違反という非常に道徳的な問題を無視していると主張した。1941年6月22日に開始されたバルバロッサ作戦においてドイツは同盟国フィンランドを支えるために一個手段を スウェーデンの鉄道によって、ノルウェーからフィンランドに2週間かけて輸送することを要求すると同時に、要求を拒否した場合には、フィンランドともども、スウェーデンへの武力侵攻を行う、という事実上の最後通帳を、ハンソン内閣に突きつけた。要求の受諾をめぐって、スウェーデン国内は紛糾したが、地理的に数軸国に囲まれている現状を鑑みた、上で、 飛行船状態維持と独立確保という利益だけを念頭に置いた一度限りの情報として完全武装した1万2000人規模の第163師団を2週間かけて移送することに合意した。この最後通帳を取り巻く政治上の審議は下しの危機と呼ばれ世界史上類例のない中立違反ないし中立国による戦争協力事例として 歴史的な汚点を残す結果となってしまった。ちなみに、国王グスタフ5世がドイツに情報しない場合は、退位するとほのめかしたことが、要求を受け入れる決定的なきっかけになったと伝えられているが、内閣を指名する権限を保持しているものの、第一次世界大戦以降政府の方針に直接介入しなかった国王の公然とした同問題への干渉は、 政権の安定と継続中の戦争を考慮した上では国家の主権に対する脅威とみなされた。近年の研究では危機は社民党及びハンソン自身の政治的遺産を守るための歴史的な後地へによって作り上げられたものだと分析されている。ドイツはルール地方の産業に必要な鋼を獲得するために伝統的な供給元であった。 フランスの鉱山からの供給が立たれて以来、フランスを占領するまでの1939年から40年にかけてスウェーデンからの鉄鉱石の輸出に依存していた。同じ時期に連合国はドイツへの鉄鉱石の輸出を妨害すべく R4 計画に代表される様々な作戦を立案した。また、連合国からスウェーデンへの食料の輸出を停止を このメかす圧力を受けたことにより、ナチスドイツへの鋼の輸出を停止すると合意したものの、秘密裏に保護にして、スウェーデンはドイツに対して、鋼の輸出において、法外な密輸量を請求し続けた。ドイツによって事故を理由に、スウェーデン領内に打ち込まれた部位にロケットを、1942年に連合国へ売却し、高度なナチスのロケット工学の詳細を譲渡することになった。 実質的に第二次世界大戦の間にスウェーデンの直接的な戦争への関与を避けることが最も高い政治的優先順位とされた。1942年から43年頃にかけて連合国が優勢になるとスウェーデンはもはやドイツからの侵攻によって深刻に脅かされることはなくなりその後は情報の要求もその大部分を跳ねのけ続けた。ドイツの降伏後 ハンソンは、すべての非共産党による社民党が主導する、連立政権を維持するという自身の意思を全面に押し出したが、連立の維持より、大戦後の抜本的な政治改革を優先課題とした党内の強い反対にあい、頓挫することとなった。ハンソンは、中立性を確保すべく、自身の反軍国主義的な見解を排除し、社会コーポラティズムや階級協調、 国防軍以外の組織を国有化することを最小限に止めることを含めた改革政策に賛成した上でしぶしぶ単独政権に同意した。1946年10月6日、帰宅途中にストックホルム市内で路面電車から降りようとした際、心臓発作により急死した。去年60歳。野党との交渉や政策の協調において、辣腕を振るい、 対戦下において連合国、通軸国双方からの圧力を、狐の知恵、獅士の勇気、会の忍耐と評されるスタンスで耐え抜き、スウェーデンの中立政策及び、福祉政策の基盤を築いたことから、現在でもスウェーデン国内では、最も偉大な首相という評価を受けている。ありがとうございます。